新ミランエピックガチャから登場したぶっ壊れマックス総合値100ビッグタイムライカルド名称やっていきたいと思います。身長190センチ、そしてプレイスタイルプレイメーカーでポジション幅がねかなりできるんですよね。 CMF、DMF、センターバックとスカットにいればね、センターバックあもうここどうしようみたいな時にライカールといればねセンターバック問題も解決する。育成の方としてはセンターバック、DMF、CMF 全部できるようライカールとかですね、特に DMF とセンターバックこの2つね重視して今回は育成しました。攻撃のところはねどちらかというと抑えめで、ただね振ってないわけじゃなくボルコンだったりねボールキープドリブル系もねしっかりとこの高さ保ちつつパス能力もあり、決定力はね元から73という結構高いんですよね。やっぱディフェンス能力これをねできるだけ上げました。15振ってるんですけど守備にこれだけ上げることでライガールドのね刈り取りだったりねボール出し、まあ、ポジショニングもそうですけどねめちゃいい、ポジショニングも抜群というね、ほんと攻守ともに優れたライガールドが完成すると、さらにスピードもね速いんすよね。センターバックができてこんだけスピードあって瞬発もね70台となかなかね他でもね本当にここに垂れて出した選手とかじゃないとねここまでいかないんでね、数値クルクあってミドルシュートも打てるし、フィジカルコンタクトもね80超えて、まあ、ここねしっかりフィジカルにも振ってます。結構センターバックとかに使った場合ね体のぶつかりとかもあるんでそこでも負けない化け物性能になってます。この能力値にプラスアルファスキルも強いんですよね。特に守備部分マンマークインターセプトブロッカースライディングもちろんね足も長いですし本当にお相手にね攻撃の隙を与えない、自分のフォーメーションで中盤の底めちゃくちゃ重要なポジションになるんでそこをね全て仕事してくれるになってくるのがこのライカールトにねこれからもなってくると思うので早速やっていきましょう。さてライカールト行こう。やっぱこのポジションね DMF ここが一応メインになりつつセンターバックもできるというね、まあ、そのようにディフェンスの能力もしっかり育成してるんでその辺も含めてねやってほしいということで、チャルハノールすげえ本当。この男絶好調以外は引かないぞ。ライブアップデートが調子よくてチャルハノール調子ダメ大きいわ、ガチ最強説あるよね。さあライカールトがいます。皆さんここもうこのねブロッカーも持ってるんでねやっぱその部分も含めてめちゃくちゃ使いやすい。さあここでライカールトが展開していきます。ナイボーマラドーナ、ライカールトさあずらしてゴール、オッケー、すげえ、いきなりやってくれました。守備のところで見せて攻撃でも見せるみたいな、それがやっぱ理想なんで、ナイス。いやー今のカバー力素晴らしい。今のカバー力なんかああいうとこにもさちゃんといるもんね。さあでマラドナこれフリッといけるかも、いける、いやー惜しい、前に張るイメージ。さあここもライカルトマジでえぐい、素晴らしい。でフリット惜しいな、ライカルトやばくないっすか、ナイス。そしてフリットへのパスは惜しい、もうライカールトが止まんないぞこれ。自分で点取って自分で守ってのまさにビッグタイム、めちゃくちゃ硬い中でしたけどね、このライカールトのタッチひっくり返からのミドルシュートはスキル持ってますし決定力もあるね。さっきの試合も攻撃から守備ね全てを組み立てそしてねコントロールしたライカールトビッグタイム、落ち着くんですよねこの位置にライカールトがいると。さあここシャットアウトしました、完全に今ねシャットアウトしたんで グバルディオルがしっかりディフェンスできたと。大丈夫ここも OK、 ライカールトすぐさま挟み込みいく。さあここはナイスライカールトそしてコナテ、ライカールトがやっぱ来ることでお相手に隙を与えない、えらしこうライカールト早い、こうなっていいね。さあライカールト上がっていこう、サンキュー、いやー素晴らしいここでさ
点を決める DMF がいますかね。やっぱすごいわ。前半ねあれだけ守備頑張ってね、後半にディフェンスをしていく。さあここもしっかりとセンターバックの間のところをケアしていく。ここのライカールトマジで落ち着くな。いやーいい。そしてこれやべえ。DMF とは思えん。軽く左足ボレーフリット顔負けのアクロバティックシュート。前半でねやっぱしっかりとお相手の動きに耐えてライカールトが守ってね囲み込みながらお相手のボールをダッシュし、そして後半に一気にギアを上げる。左足あれボレーシュートかっこよすぎましたね。どんどん行きましょう。ミランのエピックはねガチで獲得してほしいですね。というのも今ねフリットライカールトがいてですね、メイン仕様がまたね後日控えているファンバステンもいるんですが、3選手ともねガチスカ級で強いので、さあここめっちゃ軽いんですよね、ここで使うときに。で大体まあパスコースを限定できると。サンキュー、オッケー。まあ、自分が取りきれなくてもそうですね、しっかりと周りもいるんで。さあでここは上がっていく、上がっていく。いやー上がってきた、上がってきたかもしれん。そう今みたいなところで結構ねいいところで上がってきてくれるんですよね。いやー見える、ナイボー、ワンタッチです。これワンタッチでちゃんと出してくれる。サンキュー。で上がってってやべえ、もうフォワードやん、完全にフォワードの動き。あのパス号と2列目からの飛び出しみたいな、今パス号は入れてるんですけど、その推進力のあのエンジンのかけ方がねやっぱプレーメーカーって感じがしますね。点も取れるし守備もできるし。ここサンキュー。さあベッカムから、これはいける。オッケー、ムバッペナイス。ちょっとラッキーな感じでしたけど、さあみんなでやっぱ行けば怖くない。ライガールとかねこれちゃんと裏ケアしてるんですよね、今のも。そこでしっかり裏をケアしてくることによりね、お相手も出しどころがなくなると。これめちゃくちゃかっこいいよね。ここはパス出して抜け出して、このワンパニーもクリットからもらってワンシューという、ライカールとフリットのね AC ミランエピックコンビ、ビッグタイムライカールとエピックフリット、この2人で点を取る。それではラスト試合、ライカールと BT ビッグタイムセンターバックいきましょう。ここもできるっていうね。で今回は両投型というかどっちもできるような育成にしているので、センターバックでも刺さります。センターバックガチ試合みたいな感じでねやっていきます。おやつさんがイブラヒモビッチ来たね。これ昔の指名契約イブラヒモビッチですね。さらにはソン・フンミン100にネイマール100、ロナウジーニョにペドリと、破壊力抜群だね。ライカールトで止めます。まあ、ライカールトがねやっぱここイブラヒモビッチの対決、この競り合い、ここの今の勝ち方よね。そうイブラめちゃくちゃでかいですからね、そこ相手にあんだけやれてたらもう言うことないと。サンキュー、いいとこ入れたな、これ入った。うわいしゃー、ラフリットキックフェイントから左足一寸です。これはもうライカールトのビルドアップ、あそこで1個ちょっとロードリーに入れたとこがねお相手のリズムのチックずらしましたね。そしてフリットがぶっ壊れ左足、ナイス。さあこれいく怪物ルートフリットとねライカールト、この2人はもうミランのところでねピックぜひともね獲得でしょうし、さらにはねその次に待ってるファンバステンもねちょっとまたメイン賞が楽しみなんですが、そうでここでオッケー、ナイス。いやライカールトの方蹴って、このライカールト、いやーここにもいるのか。いやここオッケー、あそこでギリプレスに行ける、最後のところです。押してグーバルジェルミック、あれ多分一歩でも遅れてたらねもう一個運ばれてるんですよね。でシュート打たれてるんで、ギリギリあそこでもう一個行ける段階が強いな。ス
PC のとこも揃ってくからね。うわー、それは叩きせ。コーナーキックをやれましたね。今誰だ、高かったね。コーナーで1点決められちゃったけどね。ただライカールドの安定感、やっぱ刈り取りとね、危機察知能力高いっすね。個人的にはね、ライカールドも絶対的にガジェスカ入ってくるレベルの中盤の底、そしてセンターバックでも使える二刀流の強さ。それでは最後はライカールドの超超超超超スーパーゴラッソでお別れしたいと思います。このピンチをなんとか出します。ライカールドナイストラップ、うわしゃー、ビクター、超超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 超スーパーゴラッソ、胸トラップ、ハーフボレー、インパクト、ミドル、浮き上がるライジン。ぜひ当たった方も使用感コメントガンガン待ってます。ということでご視聴ありがとうございました。